皆さんこんにちは。放射線や除染についてウェブで講義をさせていただいている大地と申します。今日も一緒に勉強していきましょう。今日のテーマは IAEA についてその4です。早速始めていきましょう。さて、ここまでは IAEA の設立までの経緯や組織の概要、活動内容、特に IAEA 安全基準についてお話ししてきました。そうでした。今回は会議や文書作成以外の IAEA の活動についてお話しいただくということだったかと思います。そうですね。ただ前回も申し上げた通り、 IAEA の活動内容は多岐にわたっていて、全てをカバーすることはできないので、原子力発電所の事故後など広範囲にわたる環境の汚染への対応などに焦点を当ててお話ししたいと思います。ちなみに光さんは放射性物質による広範囲の環境汚染と聞いてどんな事例を思い浮かべますか？そうですね、やっぱり1986年に起きたチョルノビリ原子力発電所の事故ですかね。多くの人が避難を強いられて、また健康被害もあったと聞いたことがあります。その通りですね。ただ規模はここまで大きくなくても、世界にはそれ以外にも放射性物質によって広範囲にわたる汚染が引き起こされている例があります。その代表的な例の一つがウラン鉱山です。世界では毎年約5万トンほどのウランがカザフスタン、ナミビア、カナダなどで生産されていますが、世界各地のウラン鉱山やその跡地で働く作業員や周辺の住民への影響などが報告されています。これ以外にも第二次世界大戦後に世界各地で行われた核実験による環境汚染や、冷戦時などに東西陣営がこぞって実施した核兵器開発に関する施設など、軍事関連施設の跡地や周辺地域などにおいても放射性物質による汚染が報告されています。こうした課題に対応するため、 IAEA がそのミッションの内容に応じた専門家を招集してチームを組織し、現地で政府関係者などと議論をし、必要な助言を行ったりしています。なるほど。会議や文書作成だけではなくて、世界各地に足を運んで現地の人たちと議論をして、具体的な解決策の提案も行っているんですね。さて、 IAEA という組織の全体から見るとごく一部ではありますが、この動画に関連の深い分野を中心に IAEA の活動内容をご説明してきました。全体はまだ把握しきれていませんが、 IAEA のことが前よりは身近に感じられるようになった気がします。それは良かったです。最後に今後の IAEA の活動内容の変化について簡単に触れて、今日のお話は終わりにしたいと思います。まず前提として、 IAEA によると世界全体で見た場合、原子力発電による発電容量、発電量ともに2022年時点から2030年、2050年と増加していくことが予想されています。そうなんですね。ちなみにそれはどうしてですか？日本は少子高齢化、人口減少という問題に直面していますが、世界全体で見ると人口は今後も増加して2050年には98億人に到達するという推計もありますし、世界全体で見ると人々の生活水準も高くなり、一人当たりのエネルギー需要も今後ますます高まっていくことが予想されます。原油など化石燃料の将来的な枯渇のリスクなども考慮して、国全体のエネルギー供給について原子力発電が占める割合を今後増加させていこうとする国があることも確かです。実際2020年には
アラブ諸国で初めての原子力発電所が UAE で運転を開始したことも話題になりました。確かに日本にいるとあまり実感できませんが、世界全体で見ると今後もっと多くのエネルギーが必要になるんですね。さらには大気中の温室効果ガスの濃度の上昇を緩和し、人やその他の動植物が暮らす生態系に与える影響を軽減するための気候変動対策として IAEA は原子力の安全な導入を推進する役割も担っています。また2015年9月に国連持続可能な開発サミットで決められた2030年に向けて持続可能な世界を実現するために解決すべき17の持続可能な開発目標の達成に対しても原子力発電を含めた原子力技術の活用により食料や医療、水資源、生態系の保全などの分野において IAEA はより積極的な貢献を求められています。原子力技術に期待されることはまだまだあるという感じがしますね。ただ一方で技術の進展などもあり一概には言えませんが、もちろん原子力発電所の数が世界各地で増えれば事故などにより周囲の環境が汚染されるような事象が発生する確率も上がりますし、世界各地で未だに大きな紛争が続いていて、その規模や地域によっては原子力発電所がその影響を受けるリスクを考慮する必要があります。確かにそうですよね。でもそういう点では日本が貢献できることもたくさんありそうですね。そうですよね。世界で唯一の戦争被爆国であり、また東日本大震災を経験した日本はこうした原子力発電所の事故が世界の他の場所で二度と起こらないように、そして万が一起こってしまった場合にどのように対応すべきか、直接また IAEA の活動などを通じて世界に発信し続けていく必要があると思いますね。そうですね。これで IAEA について少し詳しくなったので、これからニュースなどで名前を聞いたらその活動内容などについて自分でももっと詳しく調べてみようと思います。それでは今日のポイントです。今日は前回の続きとして、まず IAEA のその他の活動の事例についてお話ししました。具体的には放射性物質による広範囲にわたる汚染の例として、ウラン鉱山やその跡地、核実験跡地、軍事施設跡地を挙げ、そうした現場にミッションを派遣し現地の関係者と議論をし助言などを行っていることをご説明しました。最後に IAEA の今後の活動について簡単にお話ししました。まず人口増加などを受けて原子力による発電容量、発電量はともに今後も増加することが見込まれていること、また気候変動対策や持続可能な開発目標の達成のためにもより積極的な貢献が求められていることをお話ししました。ただそれに伴って増加する可能性がある事故や紛争などによって影響を受けるリスクに対応する必要があり、日本はこれまでの経験も生かし貢献していくことが必要というお話をしました。今日の講義はここまでにしたいと思います。次回の動画でまたお会いしましょう。このチャンネルでは放射線や除染などに関して皆さんの役に立つ情報を配信していきます。よろしければチャンネル登録、いいねボタンなどよろしくお願いいたします。